カキ DIY と申します。少し前に PS5 コントローラーのスティックがダメになったので部品を交換してみたのですが、これは結構かっこよくて、もう一つのコントローラーも何かしてみようかと思っちゃいまして、今回はちょっとした改造をねしてみたいと思います。こちらね、改造キットです。エクストリームレートから販売されているマルチカラー対応の LED キット。コントローラーのボタンの周りを光らせることができます。ボタンの種類を選ぶことができて、 LED のカラーは自由に変更できるキットとなっていまして、購入価格は3799円。この他にもあらゆるゲーム機に対応していて、外観をカスタムしたりボタンをクリッキーに改造したりと結構すごいことができてしまうので、結構マニア向けですが面白いと思います。ではね、開封しまして、こちらが LED 内蔵のフレキの基板となります。ボタンのカラーは選べますが、こちらはね、ブラックとなります。このアドレスから取り付け動画をね、見ることができます。ではね、早速取り付けていきたいと思いますが、 PS5 には3種類のコントローラーがあるみたいで、こちらのキットは BDM010 と020対応となります。L2R にトリガーボタンから確認できるので、まずこちらを確認しておいて、ちなみにうちのやつはどちらもね010でした。030に関しては別キットでね購入可能となります。ではこちらフレキシブル基板となっていまして、こちらをね取り付けていきます。使用するモデルを確認していらない方をカットします。ではね、作業開始します。ではまずね、この黒いカバーから外します。爪でも爪外しても大丈夫なので、こんな感じで外します。で次に L1R1 を外します。外側に4本のネジが見えるのでこちらを外します。カバーを外した下側に爪があるので、この爪を持ち上げて少しね、カバーを開きます。はい、ではね、カバーを開けたら内部の作業に入ります。まずバッテリーから外しますが、コネクタを持って左右に揺さぶりながら持ち上げる感じで簡単に外れます。次にこの黒いカバーを外します。こちらマイクとなりまして、外さなくても大丈夫ですが一応ね外しておきます。
これでネジを外せばカバンがずれます。基板が見えたらこの4箇所のフレキシブルケーブルを外します。両側にネジがあるのでこちらも外します。表からスティックを押して基板を持ち上げてこんな感じで外します。では次にこちら白いパネル、この透明なパネルも外しておいて、これでね全体外れます。ではね取り付けに入りたいと思います。こちらスティックとボタン抜いて乗ります。はい、こんな感じです。では次にフレキ板となりますが、まずはここの隙間を確認しておいて、この接点部分を中に通しながらつけていきます。後ろ側に回って穴に合わせて入れて、こんな感じです。よく止まっているかを確認して、全部でね、6箇所です。横の基板を両面テープで固定します。では次にフレキシブルケーブルを用意しまして、必要ない方をカットします。
自分のコントローラーのモデルを確認して、左側についているケーブルは必要ないのでこれを外します。でここにケーブルをはめ込んで、表に返してこちらにも入れます。ちょっとね、入った感触がなくてちょっと不安、軽くですが押し込んでみてこんな感じです。見逃していましたがテープ柄みたいで4枚です。この部分にテープを貼ります。まずね、1枚目、次に2枚目です。ブレーキケーブルが外に出るように組み込んで、ネジを締めるので基板の部分だけ持ち上げてプレートを取り付けてネジを締めていきます。新品のネジが付いているのでこちらを使ってもね、いいと思います。ちょっと純正と比べると固めです。バッテリーをつけていたカプラーにこのカプラーを差し込んで、黒いカバーを固定して、バッテリーをつなぎます。おお、通電しているので大丈夫そう。配線をきれいに取り回ししておいてこんな感じです。こちらでテープ3枚目。横のフレキシブルケーブルを奥に収納して、
4枚目。この黒いカバーを入れるときは先端を奥に入れてからはめ込む感じ。L1、R1 をはめて、完成です。ではね、設定をしていきます。上右四角を5秒長押し。これで LED のオフができます。では次に上と四角を5秒長押し。点滅が始まったら右を押してカラーを変更。全部で9色変更可能となります。上四角長押しで設定適用となります。はい、こんな感じ、完璧です。はい、こんな感じとなります。分解に関しては少し抵抗があるかと思いますが、動画を見ながら作業すれば作業の方はね、簡単だと思います。 Amazon リンクを概要欄に貼っておきますので、興味のある方はね、ご参考にしてください。動画の方は以上です。よろしければ高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。